どうも、ベタです。パースからやっていきたいと思います。はい、本日はギガント学園高校でサイドバック作っていきたいと思います。まあ、前回 US7 作れました。まあ、その時筋力多大に余りましたので、とりあえずダンベルでパワー102にすることができます。でもね、残念ながら初期値がパワー40なんですよね。ちょっとこれはきついかもしれませんが、まあ、しっかりとね、敏捷技術稼いでやっていきたいと思います。デッキの方がビダル、K、ロナウジーニョ、で、メッシ、コモリ、メイヌ。この6人でいきたいと思います。で、アイテムの方はパワードリと招き猫を持ち込んでおります。ではやっていきましょう。ね、まずはね、小森の評価を上げていきたいと思います。いない。じゃあ監督行ってきます。まあ、ギガリーグが始まる前にね、小森の評価を上げれれば、まあ最高なんですけども、まあこの調子では無理ですね。この調子では無理だ。あれ、小森が全く来ねえや。練習に来てくれないのはちょっと厳しいんだけど。3回練習後イベントを踏まないとね、足らないんですよ。なので、練習に来てください。練習に来てください。来ない。一回も来ないっていうパターンをやめてほしいなぁ。できればね。はい、お、小森。練習後イベント。はい、OK。おー、ラブパーは別にいらないなぁ。じゃあ、ビダルか山城と一緒にいてくれると助かる。ビダルか山城と一緒にいてください。ビダル。これコツ踏んでいこう。ビダルのコツ踏んでいきますね。はい、オッケーです。ボールダッシュ。ボールダッシュはいらないな。山城で獲得できるからね。で、終わっちゃった。で、これ、イースサッカー部。で、持って、で、持って、山城。あ、いいね。練習後イベント。OK! あと1回、あと1回か、まあ、福井部1回起これば OK ですね。これは山城を踏んでおきまーす。ビダルがいないんでね。で、メッシー、オール20。ありがとう。で、ドーンと行こう、山城ですと。でもって、ビダル、山城踏んじゃうか。踏んじゃいましょう。はい。まあ、これでフィジカル来たらもう確実に勝てるでしょう。はい。フィジカル。完全勝利できると思います。山城とビダルでいいね。で、自分はメンタル。上がんねえだろうなぁ。はい。まあ、いいです。まあ、完全勝利多分できると思います。ビダル踏みまくったんでね。はい、オッケー。完全勝利。まあ、でもそれでもね、告白は早めに来てほしい。デートささっと行きたいんだよな。完全勝利していかないとちょっと厳しいんでね。はい、よろしくお願いいたします。で、メンタル。あー、ビダルこれ見てえな。見てえな。OK! で、ビダル来い。OK! 闘争心。で、ケイ君。ケイ君だけども、ビダル、やる気と本気ありますよ。OK。で、いただきます。金徳走り出しましたね。メンタル、あ、メッシか。メッシか、まあ、こっちならもらっとこう。はい。で、メイムの告白が来てほしかったんだけどなぁ。あ、メイムまだか。微妙だなぁ。いや、ビダル、コツもらっときます。OK! これで評価は、これで評価は上がった。評価は上がったので、告白がもう来てくれてもおかしくない。そしてビダルが進んでる。ビダルこのイベントもう進んじゃっていいよ。もう早めに終わるんだから。うん。1回目のギガリーグ終わるまでに、1秒が終わる前に来てほしいですね。両剣取るか取らないか迷っちゃうんでね。で、これビダルは踏まずに山城踏みます。山城で行きましょう。はい。で、告白。来ないか。メッシ。で、これ回復もらっておきます。うん。全然体力足らないんだね。テクニック。ここでテクニック来るか。マジか。まあでもメッシ踏めてるんでね。メッシ踏めてるんでよかったっす。メッシプラス山城で、まあ本当はね、ロベカルとか、ロナウジーニョか、ロナウジーニョを言っときたいのですが、まあいいや。はい。で、スピードテク上げておきましょうね。スピード50でいいんだよな。50でいいので、50で止めます。で、あとは、上がるかな？上がんないな。まあでも上げときます、一応。はい、ではこれでいきましょう。完全勝利、お願いします。
オーケー、ナイス。いや、ここまではしっかりとね、いけてます。告白が来てくれればもっと楽になるんですよね。はい、よろしくお願いします。1326、さあさあさあ、頼むぞ頼むぞ。あ、ビダル、いいねいいね、メンタルナイス。で、メイムの福指が、おわー、ダッシュボツクルーズ、まあいいけど、まあいいけど、告白早めにお願い、その代わり。はい、そしてビダル、ビダル、これはビダルいきますね。ビダルいきましょう。はい、ボールダッシュ、ボールダッシュが終わっちゃった。あら、ビダル、もう一丁ビダルいっとこうか。まあ、メンタルですね。メンタルじゃなくていかないかもしれないけど、まあ、メンタルなんでいってみます。はい、告白が来ない、告白が全く来ないぞ。ねえ、どこに行ってるんだ。体力回復いらないけどね。フィジカルじゃなくて、これはまあここいっとこう。ケイ君、あ、同じに残念。で、で、あー、そういうこと、ビダル来なかった。じゃあメッシと山城で行こう。メッシと山城で行きまーす。で、ディフェンス上げまーす。ディフェンスをとりあえず上げましょう。ああ、そうだよな。これね、これしか無理だもんな。はい、これで行きまーす。行きましょう。完全勝利は無理です。まあでもポイント結構稼ぎますね。56。いいでしょう。あと4000稼ぎたかったな。起死回生取りたかったんですよね。できればね。残念です。はい、では、ではでは、ちょっとこれ、ジェントルマン取っていきます。うん、ビダルがね、猟犬くれる可能性があるので、まあ、できるだけ最高点狙うなら、そっち狙わないといけないのかなと思います。はい、山城。で、どこだ？あー、これはメンタルいっときます。体力も大事なんで、ケイ君。突破力。突破力はもうコツいらないよ。もうコツいらない。ロベル。ロナウジーニョでもくれるし、ケイ君でもくれる。いらない。で、トラップコツもらっておきます。こんなものより、告白、告白、告白。本当に告白聞いてほしい。はい、メンタルいってきまーす。闘争心。闘争心、もっと弱ったか。で、うん、ケイ君、かわいい。あ、ビタルがこれで終わった。あ、いけたかな？猟犬くれたんじゃない？オーケー、猟犬くれた。ナイス。じゃあこれスピードいっときまーす。山城、OK。で、ケイ君。告白来ねえや。告白は全く来ねえや。おぉ、投射くれた！ラッキー！あとは、金徳2個は彼女と、彼女とあれだな、メッシだな。いけるかな？てか、まず告白が来ないのはちょっと辛すぎる。あー、これメンタルいってもいいけど、次の練習のために休むかな。休むか。休みます。オフェンス。おー、来た！告白！よかった。セクイチ中に来てくれましたね。オッケーオッケー。じゃあ、セクイチ中に2回踏めたら踏んどこう。はい、メンタル。あ、でも、ケイ君踏んだよね。ケイ君踏んだので、ちょうどよかったです。え、相手強くね？ちょっとフィジカル上げないといけないな。フィジカル73まで上げれたらいいけど、上がんないんだよな、多分。あ、上がる？これでダメージ食らわない。待ってよ。相手54だから、ダメージ食らわした方がいいな。そうしよう。そうしておきます。これでいきます。攻撃は最大の防御。それでいきましょう。はい、これで戦っていきます。いけるよね。はい、完全勝利。できればしてほしい。あー、無理か。まあいい。まあ、次からね、デートいけるんで、完全勝利がしやすくなります。さあ、行きましょう。山城、成功しろよ。ここまでうまいこと言ってたのに。かなりうまいこと言ってたのに。ブレイブタックル失敗はちょっと痛すぎるな。まあ、とりあえずこれ、まあ、ケイ君でいいよ。ケイ君。なんで？スピードを上げてなかったからか。上げとけよ。あ、残念です。まあ、まだ更新は狙えると思うんですよね。まだ更新は狙えるはず。狙いたい。で、ここデート行っておきます。はい、乱世。でもって、でもって、ロナウジーニョが金徳走り出しましたね。オッケーオッケー。でもって、でもって、メッシが、メッシスピードも来る可能性あるからね。一応踏んどきます。メッシ踏んどきましょう。
はい、フィジカルはいらないな。このままじゃダメだ。まあ、金属今ね、ニコドリが2個とも成功してるんでね。まだまだ。まだレイムが失敗したぐらいでは、やめるのはもったいない。あー、デート行っときたかったけど、これ行こうか。ディフェンス行きます。山城。メッシか、マリーシア。はい。でもって。スピード。まあ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 。まあ、おお、相手強え。相手強え。あー、相手強くない？相手普通に強いんだけど。どうしようか。まあ、勝てることは多分勝てるんだ。オフェンス。オフェンススピードだもんな。あー、ちょっとダメージ食らっちゃうか。まあでもいいや。彼女いてよかったー、これ。うん。彼女いなかったらもう確実に負けるやつだ。なんで、完全勝利いきました。OK です。やっぱ彼女と偉大っすよね。攻撃も防御も40ずつ上げてくれるんで、かなり助かります。はい。では、セク3やっていきましょう。3819。経験点稼げております。かなり稼げてる。さあ、それでこれはサッカーが上手くなりたいで、次デート行きましょう。はい、天の川。デート行きまーす。はい、回復。で、コツが何か来てるよね。テクニック。まあ、メッシ踏んでおきましょうか。メッシ踏んでおきます。OK! 通った。で、ここで回復でしょ？決定力。ここで回復もらって、で、コツが、メッシ、あ、ケイ君踏んどきます。で、次のターン、デートしよう。うん。デート残してるで、来い！わー、来た！ドリブルキング。マジか。ここまで成功する？あー、メイムが痛いなー、これ。メイムがすごい痛い。失敗したのが痛すぎる。あー、悔しい。これは悔しい。ドリブルキングまで入ったのになー。でもこれで更新が狙える。これでカバマスまで入れば本当に最高なんだけどね。で、山城メッシでいこうか。ちょっとでも、でもってでもっていいんだよな。山城メッシでいって、オフェンススピード、オフェンスちょっと上げとこうか。スピードも上げなくても別にいい。その代わりちょっとディフェンス上げておきます。はい。ではこれでいきましょう。完全勝利は無理ですけど、まあ、できるだけポイントを稼いで。はい。69。まあ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 。悪くないでしょう。悪くない。あと欲しいのってバリケード、石線、エアマスターなんで、まあまあまあ足りるでしょう。はい。まず石線もらっておきますね。ミク入れてないからいいのかな。はい。で、この時に第3シーズンね、野球部と早めに戦いたいな。野球部と早めに戦いたい。で、メンタル。なー、ここ一回デートします。一回デートしましょう。で、4人。で、なー、ケイ君か。あ、全然人いねえじゃん。まあ、ケイ君、じゃあ踏んどきます。ビダル踏みたかったんですけどね。はい。あー、トリックスター失敗。まあでも、うん、確定なんでいいや。これはいいや。で、ビダル、いっときます。メンタル。はい。先読み。で、山城のコツが欲しいな。山城のコツが欲しいです。山城のコツが欲しいなー。お、来た！山城。じゃあ、山城踏んどきまーす。いいよね。はい、いってきます。で、野球部早めに戦わへん。オッケー、野球部。で、フィジカルね。フィジカル、ビダルと、メイムでいい。メイムでいいか。まあ、完全勝利は無理だけども、まあ、いっときます。パワー。パワー振っときまーす。とりあえず振っときまーす。で、これでいいもんな。テクニックは別に上げてるし、彼女で40上がるし問題ない。はい、ではこれで、ビダルと山城でいきましょう。完全勝利は無理ですが、どこまでいける？あー、もうちょいだったな。惜しかった。あと2ぐらい足らなかったな。まあ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 、よしとしましょう。
はい、じゃあ山城、おー来た、ナイス、おー来た、スピード、いいよいいよ、スピードはナイスで、ここで、ちょっと民衆を使っておきましょうかと思ってる。ディフェンス打っときたいね、ディフェンス打っときます。はい、これでいきまーす、いきましょう、スピード、はい、いいよ、こんな感じで民衆をどんどん稼いでほしい。フィジカルに集まるのはマジでやめてほしいんでね。で、ハーブ来い、体力回復、はい、ナイスで、オッケー、あ、まあまあまあ、テクニックはいいよ、いいよいいよ。で、ここテクニック行くんですけど、ちょっとディフェンス打っときますね、ちょいとディフェンス打っときます。で、テクニックも振っておきましょう。はい、山城、いいよ、コンボハマってるよ。で、もう一丁山城来い、山城来い、山城来なかったらデート、うん、来た、いやー、フィジカルか、フィジカルか、ちょっと微妙だな。まあでも踏もうか、まだ今回フィジカル踏んでないしね、フィジカルいっておきます。はい、山城、次も来いよ、次ディフェンスかスピードかテクニック、まあオフェンスでもいいけど、金髪で、デートが一回行けてない、デートが一回行けてない、まあ、あ、いい、え、強え、ありがてえ、ビタルナイスだ、マジで。お、今回ハマってるよ、本当に山城の失敗が痛いっす、すごいあれが痛い、あれがなければ本当に今までね、下手したらメイン並みにいいっていう作戦できてるんで、あー悔しいな、あれは悔しいな。はい、ではディフェンス行きましょう。はい、ディフェンス行きます。山城のコツ、めちゃくちゃ踏んでるが8強化されまくってるで、オフェンス勝負したいな、オフェンス勝負、まあフィジカル、まあいいよ、まあビダルと山城なんで別にいいよ、ビダルと山城でいいだもんな、フィジカルスピード、うん、オッケーだね、ちょっと、いやー微妙、あーどうしようかな、この辺、いや4キロまだかな、これ取って、はい、これでいきます、うん、いきまーす、完全勝利お願いします、無理かな、オッケー、ナイス、で、デート1回残ってるんでね、どっかでデート行きたい、どっかでデート行きたいです。で、1位になりました、オッケーオッケー、次、まあ勝てれば1位のままだね。はい、そして11,193、いいよ、いい感じいい感じ、さあもっと経験点稼ごう、メイム、お、メンタル、いいよいいよ、バランス的にはナイス感じ、ナイス感じ、いいよ、メンタルいきまーす、いいよいいよ。で、テクニック、オフェンスあたりが来てほしいかな、テクニック、オフェンス、あ、フィジカル、あー、ちょっとここ外そうか、デートしよっか、うん、ここデートします、うん、デートしましょう、まあ、問題はね、うん、デートが1個余ってるっていうのと、やっぱりコツが来てないんですよ。まあ今までならコツが来てるから、まあワンチャン踏んじゃってもいいかなと思ってたんですけど、まあコツが来てないね、フィジカルなんで本当にいらないんで。まあ、まあナイス。はい、出てきましょう。で、カバマスください。カバマスくれたら、4人とも、金徳2個ずつくれてる。あー、くれなかったか。まあしょうがない。それはしょうがない。で、メイム。あー、ケイ君。ケイ君。じゃあケイ君いってきます。じゃあケイ、来ないか、メイム、おお、メイム来たけど、ビダル来そうだな、ビダルが来そうだな、メイムが欲しいな。で、筋力民衆がちょっと余っているので、余ってるわけじゃないんですけど、肩になってきてるので、どうしよう、守備職、とりあえずこれ取っていきましょうか。はい、メイム、メイム来い、ビダル来るな、ビダル来るな、ビダル来るな、うわー、まあ、奪還のコツはありがたいけどね。ありがたいけど。じゃあ、これは山城。プラス、まあ、ビダルでいこうか。まあ、完全勝利狙うならメッシですけど、うん、ビダルでいこう。オフェンススピード。で、筋力を使っていかないといけないので、まあ、これぐらいでいきましょう。ちょっと技術が足らないんでね。まあ、しっかりと技術稼いでいきましょう。はい、いきます。はい、完全勝利ナイスでーす。稼げましたね。結構稼げました。ただ余りやん。まあ、いいんだけどね。技術。
はい、ぶっちぎり。で、ここで、これだね。バリケード行って、テクニック。メイン、バーネーム、そこか。まあ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 。まあ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 。まあ、技術稼げてるからいいや。テクニック。はい、ビダル。で、次、山城と一緒にね、ディフェンスタック来てほしい。お山城。山城いるんだ。メイム、ここか。まあでもね、これは踏んどきましょう。これは強いから踏んどきます。で、ぶっちぎりはもう取っちゃって、でドリブルキング取っちゃって、ファンタジスタ、トリックスター、猟犬、この辺ももうすぐ取れるね。はい、ではこれでいきましょう。ディフェンスいきまーす。ビダルー。キサッツは乗ってなかったよ。タイエス、いいでしょう。で、あ、ビダル単品か。あー、しかも山城いね。山城いないならビダル単品で踏んどきます。はい、ビダル。でもビダル技術ちゃんと稼がせてくれてるのはありがたいね。ありがたい。で、フィジカルはいらない。しかもメイムもおるやん。違うんだよなー、これは。これは絶対に違う。いや、違うんだよなー。しかもメイムのコツが来てないと痛いよなー。微妙。まあ、テクニックは90にはしたいからしとく。あー、どうしようかなー。まあ、まだパワー触れるしね。まだパワー触れるし、言っとくのもあり。言っとくのはあり。行こうか。いや、行っちゃう。精神も稼ぎたいしね。はい、ビダル行ってきまーす。何くれますか？それ一番いらない。ポイントが一番いらない。はい、サクッとピンちゃんいきます。で、パワー振っとけないのか。技術が足らない。技術が足らない。では、空中戦取っときます。どのみちあれだしね。はい、では、これでシュートリングくらい取っとこうか。はい、では、これでいきまーす。いきまーす。じゃあ、セクス戦、チェイサーセクス戦、これ取っときます。いきましょう。はい、終わりました。無事 PK で勝ちましたね。では最後までやっていきましょうか。で、これはエアマスもらいに行きますね。さあ、でかいの。あー、オフェンス行きてえなー。まあでもこれ、残り3ターンだから、メイムに無理やり行くのはちょっともったいない感じはする。もったいない感じがする。しかも残り2回練習埋めるかって言ったら微妙なんで。微妙なので、これはちょっとビダル行っておきます。ビダル行きましょう。はい、ビダル。で、一回メンタル挟みたいかなって感じですね。タイエス。コツ5。で、メンタル挟めた。オッケー、オッケー、オッケー。よかったー、山城行ってたら、マジで発狂してた。マジフィジカルかって感じですね。はい、オッケー。じゃあ、スタミナを90にしよっか、とりあえず。とりあえず90にします。スピードも上げて、ああ、もうちょっと経験点欲しいな。もうちょっと経験点欲しいっす。守備反応なんかくれないかな。はい、ではこれでメンタルいきましょう。はい、よかったです。で、ビダル何くれる？ビダルのコツ大量に回ってるから助かるんですよね。はい、ハードワーク OK です。で、最後は、わあ！おい、最後ビダルサボったな。ビダルサボりやがったな。サボりやがったな。いや、これ山城だな。はい、メイム行ってきまーす。はい、ポイントでした。で、持って、あ、ビダルコツ。もう良さそうなコツないな。フィジカル、猟犬、ボールダッシュ、チェイサー、先読み、PK、ないな。じゃあ、ケイ君でも行っとく？でも、ケイ君も結構取ってんのよ。まあ、ケイ君いっときます。はい、フィジカル。あー、ポイント。まあ、でも技術稼いだからいいや。で、メンタル。あー、メンタルいけね。まあ、これはテクいっときます。怪我しないでね、と。オッケー。じゃあ次、メンタル。メンタルにコツが来てほしい。まあ、単純にケイ君のコツサックが来てくれると最高なんだけどね。はい、サクッとピンちゃんいきます。で、能力は振らなくていいので、振っとこうか。一応、振っ
とこうか。一応振っときます。少しばかりですが振っておきます。はい、これぐらいでいきましょう。いきます。はい、終わりました。では、最後ね、最後メンタル練習に来てほしい。メンタル練習に来てほしいです。お願いします。来ない、残念。まあでもこれは踏んできますね。メンタルいきます。はい、そしてサクッとピンチャンで、まあやっていくんですけど、ちょっと能力は振っておきたいですね。まあこの辺は取っておくだろう。どうしよう、オフェンスな、できれば切りのいいとこまで行きたかったんですけどね。まあ仕方ないか。コーチングとって、司令塔カウンター、あー今回は結構筋力はけたね。筋力はけました。よかったよかった。パワーやっぱ100にいって、やっぱ結構筋力使うんだね。まあでも多分最終的には筋力余るとは思うんでね。まあとりあえずこれで、やっていきましょうか。いきたいと思います。はい、終わりました。まあ 2-1 ですけども、なんとか1アシストはしたんで、まだ経験点はまだマシなのかな。うん、まだ1失点されただけの経験点じゃなかったですね。はい、では最後にバルサ戦っていきたいと思います。まあこれはサクッとピンチャーにいきますね。いきます。はい、終わりました。ということで、うん、では最後ね、能力振っていきたいんですけど、経験ってどれぐらい稼げただろう。まあ、前回ほどはハマってないけども結構稼げたと思うんだよな。 US7 はいけそうな感じがする。まあブレイブタックで失敗したけどね。失敗したけど、ドリブルキング投手、そしてなんだっけ、猟犬官もらえたんで結構でかいで、19,736。まあ、どれぐらいいけたかな。さあ、ちょっと振ってまいります。はい、振ってまいりました。まあ、ちょっとね、筋力余ってしまいましたが、まあまあまあ、悪くはないのかなと。技術精神がもうちょっと欲しかった。あと、敏捷もうちょいだな。まあでも、敏捷はね、意外と稼げてるんですよ。なので、次は技術精神はもうちょっと稼げるようにしていきたいと思います。山城がね、最後の方来なかった。ビダルが最後の方活躍してくれたけど、まあ、山城がね、フィジカルにキャスっていうのはちょっとどうにかしてほしいですね。はい。では、いくら行きましたか？さあ、US7 は行っててほしい。行ってると思う。さすがにそれは行ってる。はい、US7。はい、更新できました。はい、左上更新。ということで。あー、ブレイブタックルだな、本当に。ブレイブタックル成功したら US8 余裕だったな。金徳成功したらいけるってことが分かりましたね。じゃあまた次頑張っていこうか。次の機会に頑張ってね、更新できていければなと思います。はい、本日は以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよなら。